ガツの山脈が記されているプトレマイオスの地図15世紀の複製品。月の山脈は東アフリカにあってナイル川の源流があると言われていた伝説上の山脈または山地。現代に至るまでにウガンダとコンゴ民主共和国の国境付近にあるルーエンゾリ山地をはじめとするいくつかの地域に否定されている。古代ギリシアの地理学者は長い間ナイル川の 源流について関心を抱いていた。源流を探すための探検も何度か実際に行われたことが記録に残っている。紀元前6世紀、アマシス2世の頃にギリシア人がたくさんエジプトを訪れている。その頃、アブデラノデモクリトスがエチオピアまで行ったとされている。しかしながら古代の文献でエチオピアと書く場合は普通。 ヌビアのナパタやメロエなどの都市国家を意味するところ、実際に彼がそこまで行けたかは疑わしく、エジプトの南限までではないかと考えられる。紀元前5世紀にはヘロドトスがナイルの源流を自分で確かめようとしてエレファンティネ、島まで遡った。ミレトスのヘカタイオスはナイルの上流は世界を取り巻く太陽と繋がっていると考えたがヘロドトスは、 リビア奥地の山脈に源流があると考えた。アリストテレスは、ナイルは銀色の山の肩に登っていくと書いたが、探検はしていない。紀元前3世紀には、プトレマイオス王朝が航海を経由したエリトリア・ソマリア沿岸との交易をはじめ、また、プトレマイオス2世ピラデルポスが、ダリオンやアリストクレオンにエチオピアを探検させたことにより、 航海から眺められる山脈のどこかにナイルの源流があることが分かり始めた。第五大ローマ皇帝ネロも純粋な探求心から二人の百人隊長に命じて探検を行わせた。セネカによると恐ろしい勢いで水が落下している二つの岩まで行ったという。一方でディオゲネスという商人がアフリカ東岸を航行している時に風に吹かれて25日間漂流し、 東アフリカ沿岸の交易地ラプターたりに漂着、そこから内陸に向かって旅をしてナイル川の源流を発見したと報告した。それによるとディオゲネスは南に大きな山並みが見える二つの大きな湖の近くまで来た。東西約8 0 0トルにわたってノビルソの山脈は白いネン雪をいただいていることから現地住民によりガツの山脈と呼ばれていた。 月の山脈から始まる始まるいくつかの川が二つの大湖に流れ込んでおり、湖からそれぞれ北に向かって流れ出す二本の川が合流してナイル川となるという。ディオゲネスは、ネロの養父、クラウディウスの時代より、後の時代の人物である。プトレマイオスをはじめとする古代ギリシアローマの地理学者はこれを真実であるとした。プトレマイオスはこの山脈の位置を記した地図を残している。 アフリカについてさらに広い知識を持っていた広大のアラビアの地理学者たちもこの報告をそのまま受け入れガツの山脈ワプトレマヨスが示したのと同じ位置にあるとしているジュール・ベルヌの冒険小説気球に乗って5週間の1864年フランス語漢本に添えられた地図タンガニーカ湖のすぐ北にガツの山脈が書き込まれている 18世紀スコットランド出身の旅行者、ジェームズ・ブルースは、アビシニアに長期滞在し、1770年に、アオナイル川の源流を探検しようと考えた。ゴーチャーアーム地方を90日間ほど探検して、田子に流れ込む昭和梅川を遡ると、ギシュア梅という集落にたどり着いた。ブルースは、その集落の近くの山々が、新月のような二つの半円形で、 その形からして、古代人がナイル川の源流だと考えた山々に与えたガツの山脈という名にふさわしいように思えると書いた。ブルースは白ナイルの方が青ナイルよりも長いだろうと予想していたものの、ディオゲネスの見た月の山脈は青ナイルの源流の山々であろうと考えた。19世紀中央にはイギリスの探検家バートン・スピーク、 グラントラがシロナイル川の源流を求めてザンジバルからアフリカ大陸の内陸に向かって旅し大古地方を探検した。このうち誰もディオゲネスの報告にぴったりと来るような山を見つけることができなかったが、ヘンリー・モートン・スタンリーが1889年に目撃した山脈は頂上に氷冠をいただいており、プトレマイオスの地理書の記載と適合していた。このように、 スタンリーは一応それらしい山脈を発見したのではあるが2世紀以前の船乗りディオゲネスが実際にルーエンゾリ山地を見たのかという点については現代の多くの学者は疑問視しているディオゲネスがルーエンゾリ山地を目撃したとするならばビクトリアナイルを溶かしていたはずであるがプトレマイオスにはそのような大きな川を溶かする必要があることが記載されていない結局のところ 月の山脈は船乗りの洞話の類かもしれない。GWB ・ハンティング・フォードは1940年、ガツの山脈をキリマンジャロ山に否定する見方を示し、後に J. オリバー・トンプソンのヒストリー・オブ・エンシェント・ジオグラフィーにおいて嘲笑された。ハンティング・フォードは後に、1911年のハリー・ジョンストンや1963年のガーバス・マシューが、 同じ説を唱えていることを引用して、この説を唱えているのは自分だけではないと指摘している。OGS クロフォードは、エチオピアのアムハラ地方にあるアブネ・ユースフさんをガツの山脈に否定している。ありがとうございます。